高浜ニコニコ、鬼広場の巨大鬼瓦三州瓦は、愛知県で生産されている、粘土瓦、石州瓦、淡路瓦と並ぶ日本三大瓦の一つ。現在は、西三河が生産の中心となっているが、20世紀半ばまでは、東三河でも生産が盛んであった。三州瓦の日本国内シェアはトップであり、日本の年間瓦生産総数の、 約60%を占めている。愛知県陶器河原工業組合に加盟している企業、三州河原工業共同組に加盟している企業を合わせると約100社が三州河原を製造している。三州河原を用いている恩人寺三河国では、矢作川流域や厚み半島で窯跡が見られ、発掘調査によって奈良時代から平安時代には当地で 壺や皿とともに瓦が焼かれていたことが判明している。鎌倉時代に入ると、伊良子岬で焼かれた瓦が、備前国万富で焼かれた瓦とともに、研究2年に再建された東大寺の大仏殿など、諸伽蘭に使われた。室町時代に入ると、追記が活発になり、三河国内の城の瓦が生産された。江戸時代には、江戸で使う瓦を生産するものが、西三河に現れ、 絹浦湾から船で瓦が出荷されている。一方、東三河では、吉田藩内に漢文4年に、新たな町が開発され、瓦町という名前通りに、瓦の生産が行われるようになった。藩内では、河原市の株仲間が結成され、当時の鬼瓦原が、現、浜松市西区優等付近まで出荷されていた。明治時代になると、 一般の民家にも瓦吹きの屋根が用いられるようになっていき、瓦の需要が急増した。なお、1874年の壁海軍、高浜村における調査では、瓦製造者のほとんどが農家の副業として従事していたという。高浜市や壁南市を中心に、瓦業者の数は1909年には約350にも達している。いぶし瓦に加え、大正時代には、 スペイン瓦をベースにした S 字型の瓦も生産されるようになり、昭和に入ると強度や体寒性を改良した塩焼き瓦も登場した。1947年には真空土値劇が導入され、原料粘土の均質性が高まった。1951年に初めてトンネル用が導入されると生産性は大きく向上し、 有薬瓦も生産できるようになって1963年に生産量のピークを迎えた。当時は国道1号が瓦業者の釜の煙で前が見えにくくなるほどであったという。良質の三河粘土が産出され、東日本の需要地に近いというメリットもあって、 全国の河原に占める三州河原のシェアは1965年の24.5%から1980年には34.4%、1995年には47.9%まで上昇している。1995年10月7日には高浜市秋物の里河原美術館が開館した。河原美術館は河原を主題とする日本で唯一の美術館である。 1996年以後には、三州瓦や鬼瓦をテーマとする散策路として三、州高浜木道が整備された。2006年には、三州瓦が地域団体商標として認定された。小生前の生計途中の鬼瓦現代の三州瓦の中心産地である高浜市や壁南市は、矢作川の三角州の末端に位置する。矢作川の上流には、 花口岩によって形成される三河高原があり、そこから香りナイトを主体とする粘土鉱物が流化して下流に堆積している。このため、三河平野の南西部では、高台や低地を問わず、田園の表土のもとに陶磁器原料として適した粘土が豊富に存在している。日本国内の他の河原産地の粘土と比較すると、西三河の粘土は、キめが細かく、 高品位なものではカオリンが31%と、含有比率が高いことが特徴で、これらが、三州瓦は、肌が綺麗であるという評価のもとになっている。一方で、1990年代には、三州瓦の生産量が年間7億5千万枚にも達し、原料年度は年間230から250万トンが使用されている。 三河平野の都市化が進んだこともあって、一体で採掘できる三河粘土は1975年の年間90万トンから1999年には50から60万トンまで減少し、需要の25%程度しか満たすことができなくなった。このため粘土供給源の拡大が図られ、三好周辺の給料地からは年間120万トン程度の硫化物を含む粘土を 採掘し、望みして流化物を酸化させて使用している。また、瀬戸市から豊田市にかけての地域では、傾斜や耐火粘土を採掘するとともに、氷層の砂礫を推薦して、砂利を分離した際に得られる水費粘土を回収しており、これが年間60万トンに達する。原料粘土の不足を補うため、不良品を粉砕して瓦原,原料としてリサイクルする取り組みも行われている。 明治時代に主に作られていた瓦。1953年までは最も生産量が多かった。小成の最終段階で多量の炭素を発生させて銀海食にする。吸水率が30から15%とやや高く、山陰地方や北陸地方などでは陶器に凍結して割れることがあった。赤瓦とも呼ばれる。 三河粘土は酸化アルミニウムを約25%とやや多く含み、塩を釉薬に用いると反応して、赤葛色のガラス状の計酸ナトリウムの被膜を形成する。常名め市の稲製糖所で開発された土管を参考に、1929年に開発された。これが大正時代のモダニズムなどと合致し、日本国内の市場で広く需要された。 釉薬瓦と比べて色彩は単調であるが、低コストという利点があった。1917年にフレンチ瓦が開発され、後の平板な F 型の原型となった。20世紀前半には、豊田防食など日本企業がアジア各国に設けた事業所にも輸出されている。また1927年の第一銀行クラブの発注を契機に、 緑色のスパニッシュ瓦が開発された。これをベースに S 型瓦も開発された。トンネル用の導入とともに1960年代以降に生産量が急増した。ありがとうございます。